粗品です。せいやです。今回は視聴者質問コーナー。たくさん質問いただいております。チューブネーム、チャチャク。チャチャク、こんにちは。粗品さん、昔より太りましたか？今現在何キロあるんですか？確かに粗品さんも太った太った言ってもね、自分で太りましたね。M1 取った時が、まあ、痩せすぎてたんですけども、2018年の暮れ、はい、そうやな、1年半経って。ああ1年半経ったか。M1 の時に比べると太りましたね。でも俺分からんねんな、ほんま隣におるからマジで分からん。もうずっと細い。いや、腹も、いや確かに出てんねんけど、昔の腹どんなんやったほんま昔のほんまにガリガリやったんですけど、10キロは太ってます。いや、全くわからん、10キロ太ったって。だから昔54キロとかやったんですよね。うわー、その身長で54ってやばい。そうそうそう。BMI も、1とかちゃうかな、わかんない。計算してないけど。本当にアメトークのガリガリ芸人でも出てた、ガリガリな裸を見せるぐらいやったんですけども、10キロ太って今多分65キロぐらいなんですよ。うわー、はい。まあ一応標準の健康な体重には上っていってるんですけども、やっぱり顔とかちょっと肉ついたって言われるな。あ、そう。うん、いやでもそれぐらいがちょうどいいっすけどね。あ、そうですか。やっぱ細いもん、昔のお前。でもさ、細すぎる人が好きな人もおるやんか。まあまあ、おるやろうけど。俺、そっちやと思ってたから、ちょっと今、どういう立ち回りしようかなって感じなんですよね。正直、飯も結構食う。最近いいね。飯行ったやんか、桑子ちゃんと片山さんと。結構前か。うん。4人で。うん、結構前よ。なんかみんなでね、まあ、居酒屋みたいなところで、はいはいはい、まあいろいろ食べてたな。よう食べてたな。そう、まあ、みんなと同じよう食いながら、おうおう、鍋も食べて、うんうん、でいい感じやなとか言って、その雑炊がうまいみたいな。そうそう、雑炊うまい、おじやうまい、どうするって話になって、うん、一回なしになったよ、お腹いっぱいでね。でも俺がいや食おうって言って頼んだもん。言ってたね。おう、ほんであれ正直俺しか食ってなかったよ、雑炊も。みんなまあほんまの人たち。そんな残り全部俺食ったで。そうやったかな。結構意外と食べたような。俺でもな、やっぱちょっとこの最近、そうやね、ビールいっぱい飲むんですよ。で朝日さんにまたもらってん、ビール。あったあった。タンブラーもらったやん、飲み会のね、白石麻衣さんも。あれまた飲んでめちゃくちゃうまい。うまい。で、ちょっとお腹がね、ビールっぱらというか。ビールっぱらはなんのよ。なんねや、これ。うん。いや、俺もちょっとダイエットちょっとで興味あんねん。いやいやいや、ちょうどいいよ。嘘。いや、やっぱお前、痩せすぎてての、その今、やっと人生で太ったからか知らんけど、これ、大食いエピソードに激弱やもんね。雑炊の話。いやいやいや、俺マクドとか行ってもハンバーガー2個食うよ。弱いな。食うじゃ。ちゃちゃちゃ、もっと食べた時の話しようだったもん。すんねん、みんな。いや、もうやっぱもともと痩せてたから弱い食べた時ちょうどいい。いや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 、普通昔のお前が食わんすぎ、やっと食うようになったんです。それはそう。ほんま昼飯2人で、なんかまだほんま1年目ぐらいの時、よう飯も一緒に食べてたから、昼飯行こうやみたいなの僕が誘ったら、うん、だから途中の店も僕決めて、ここうまいねみたいな紹介したいから、はい、途中まで歩いてたのに、はい、うわーとか言い出して、腹しまったとか言い出して、ああ俺もう腹減らんねんなとか言い出して、腹しまった、いやごめん俺もう食われへんとか言って、なんやねん、はっ、俺昼飯好きやから。そうやな。いやもういいんやからっつって、で粗品もそのまま帰って、僕だけ一人で行くとか、それぐらい、あ、もうこいつ食に興味ないやんっていう感じでした、まあね。いや食うよ、ほんまに
でガリガリの時にせいやさんに一回二郎系ラーメン行ったな、一緒にそれも紹介したくて、そう全然食えへんかったんですよね、僕は食べられなかった食べられなかった、だから今もう一回連れてってほしい。あー確かに、どんだけ食べんのか。そう、まあ食える自信はどうかな、まあ粗品の大食い企画はありかもしれないです粗品どれぐらいというか俺ほんまテレビでね、大食いやったことないんですよ。確かにね、見たことない。だから霜降り YouTube で解禁でもええよ。俺ほんまに大食いなんか YouTube かなり、マックス鈴木さん、はい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 、めっちゃ早い人やで超える。ちょっと粗品と聖夜の大食い対決何やな。いや確かに俺絶対食では負けへんと思ってたから、勝手にやろういやまず酒のまあ、はい、の飲みもまあ俺勝手と思ってたし、飯も大食いは俺正直負けへんと思ってたな。いやごめんちょっと今の俺すっごいマジ吉野家で牛丼と豚汁を弱いほんまに口フロッシュだけみんなやるやつ大食いやで、最高のセットやんそれ大食いやりましょうよ。いやでもな、おんねんあながちお前そうみたいな体型でめっちゃ食べる人痩せてる。いや大食いの人ってほんまこんなんやから、うん、あながちセンスあり。いやせん俺もいやいやとか言われん、こういう人がめっちゃ食うの俺知り合いに結構おるから。大食い YouTube やるか。おう女子のね細い人でおるおる、めっちゃ食うのよ。ハラペコツインズとか。ああ食うな。細いやん。 YouTuber の人って何キロとかの、1キロとかですか、2キロとかとかちゃう。1キロ、3キロ。ちょっとじゃあ1キロ手始めに勝負する。1キロ手始めに1個ずつ。いやまあたそうやな、まあハンバーガーあーとかでもいいし、何個でも寿司全然ある。寿司とか見栄えいいですよね。寿司何貫寿司へ行きますとか言って、あやれいっぱいになった方が負け。同じ貫同じネタ食べていっていいね。それやるかマジで。いつやる早くやる。そうやってもええぐらいよ今日はやっぱ飯でな、ウーバーイーツね、やってもいいぐらいマジで。やっ今頼もうやほんならこれ大食い企画よ。おーやろう。おいもうやったろやろうかー。やろうほんならちょっとマネージ、あ寿司屋さんいきます。ここちょ寿司頼もうかじゃあ。寿司やったろかい。やったろかい。オッケー、もうこんな言って俺もじゃあ頑張ろう。負けたくないから。うん、これはほんまにじゃあ今日はじゃあ食うか。どんぐらい頼む。はい、じゃメニューありがとうございます。寿司、寿司でいいか。別にもう、あ、粗品さんが選んでいいっすよ。寿司しよう。寿司シンプル、わかりやすい。あ、この一番上のにします。早いのにする。早いのにしよう。まあもう分かりやすく、はい、オケとか赤身百貫とかね。いいね赤身百貫いどうしましょうか。俺赤身やったらいくらでも食えるわマジで。ややこしいけどいくらで。せいやさんでも赤身好物ですよね。まあ、ええよ、それで。いや、マグロ尽くしあるで。いや、ネタ、なんでもいいよ。いや、ただ、早い方がいいかなと思って、くんのは。確かにな。霜降りチューブ。じゃあ、注文したから。おい、酒も飲むか。全然ええで。あっ、いっちまうか。いっちまうか、今日は。オッケー、じゃあ、負けた方がおるや。よっしゃ、勝負や。皆さん、高評価、そしてチャンネル登録お願いします。